おはモーニング。目を無職なのに、最近生きることで忙殺されている坂村です。執筆ははかどらない。大人に夏休みはない。ツイッターで記憶に残らない情報を徘徊して帰宅しても、金麦を抱えた黒き花はいない。非常な世界で、君たちはどう生きるか。仕事の合間を縫って目撃したけど、おもろでした。事前の告知一切なしというのも、実に挑戦的ですよね。ミルクおめでって言ったら、それが出てきました。感動した帰り道、私はもう一つ事前情報を一切入れずに確かめたい話題作を思い出したんです。足早に訪れたのはみんな大好き天下一品。この夏絶対に見逃してはならないものがある。転入するや否や、右手に杯持ったら唱えるしかない。乾杯。本日目の一杯目はもちろんビールで、ごくりんごくりん。おいしい。君たちはどう生きるかとパイアオは問うた。私は酒と共に生きねば。自分なりの回があっさり出たところで、私が天下一品になぜ駆け込んだのかを説明しよう。真実はいつも一つ、こってりマックスを堪能するため。天下一品といえば鶏ガラがベースのこってりラーメンが不動の人気を誇るラーメンチェーンで、このこってりの究極進化系がこってりマックスなんだって。絶賛全国展開中のこの話題作を自分の舌と腹で確かめに来たんだ。天下一品史上最強の存在を迎えるべく、こちらも史上最強の胃袋にコンディションを整えていかないと。サイドメニューの羽根付き餃子、陸上選手が気圧の低い山の上でトレーニングをするように、坂村選手も油分の多い食べ物で臓物を鍛える。一口ガブリと捕食したら、たちまちひき肉と背脂が絡まったジューシーなあんと、キャベツや玉ねぎの甘みが口いっぱいに広がって、ペルセウス座流星群のようにきらめく。焼き目をパリパリとしていて、言うまでもなく美味しい。餃子の羽があるだけで大陸の一つや二つ超えて飛んでいける気がする。それくらいのエネルギーを授けてもらえるの。この餃子ね、サイドメニューに奥にしてももったいないです。本当にもったいない。ちなみにこの餃子は天下一品のサイドメニューの第1位だったらしいんですけど、これだけでも店出せる。あ、でもちょっと地元餃子王国なんで、やばい、ライバルになってしまいます。お次はこってり唐揚げ。その名の通り、天下一品のこってりスープに漬け込んで創造された唐揚げというヤバい一品。ホーパーハードボイルドグリムリポートも時期に来るに違いないです。フォルムの可愛らしさはわらわらみたい。しかし一口食べれば確かに感じるこってりの鼓動。味の奥深さが癖になって、無意識のうちに箸も酒も止まらなくなっている。ニンニク薬味とマヨネーズもついてきて、酒に気に入られるつもり満々だなこいつ。腰が低く謙虚なふりをしておきながら、確実に先にすり寄ってくる。なんともしたたかなやり手の経営者。孫正義もイーロン・マスクも手玉に取ってしまう。後先考えずに完食しちゃったけど、このこってり唐揚げをラーメンに乗せて食べた人間は、その後天下一品から出てこられなくなったという。臓物を油物で鍛えつつも、来月の健康診断を思い出してひよってます。申し訳程度に野菜も摂取しようとオーダーしたホルモン野菜炒め、お口直し的に食べ始めたけど、もうとんでもない。人参、玉ねぎなどのシャキシャキ野菜に、コチュジャンやごま油が隠し味で効いた甘辛醤油だれ。とても平静を保っていられる味ではなかった。パンチがありながらそれでいて優しい。渡る世間は鬼ばかりではない。さらに主役として大量のホルモンが合流して、食材たちが互いにハイタッチし始める。ワールドカップのスクランブル交差点のような盛り上がりだ。サイドメニューだけなのに、すでに居酒屋一軒分くらいの満足感に浸っているけれど、ようやくラーメンを受け入れられる土壌が整った。ランウェイをかっ歩して満を持して登場してきた本日の主役、スタジオ天下一品の最新作、こってりマックス。シンクの器は最強の証。一目見るなり飛び込んできた素晴らしきスープのもったり感。もはやスープというよりペーストに近い。いかに粘り気がえぐいかというと、この通り種も仕掛けもないレンゲが直立。以前訪れた日本一濃厚なラーメン、お岩手以来の体験。あーい！と癖の強い湯切りをする店主さん。元気かな？いただきます。ズルポズルポ。史上最もズルポズルポという響きに合う明太犬。美味しい。しっかりと旨味をキープしつつ、さらにパンチが効いた濃い味だ。マキシマムザホルモンが多分長年追いかけていた旬の麺、肩こってりはここに天下一品にあったんだと思いますね。具材はネギ、メンマ、チャーシューのみなんですけど、これね、
まずはスープを味わってほしいっていう願いが込められているんだと思います。シンプルかつ少数精鋭たちが揃っている。麺がスープに絡みついたまま離れる気配を見せることがない。すすればすするほどスープも減っていく。一度掴んだら絶対に離さない。一切突き取っていない丼の中で執念深い愛憎が渦巻く様を見た。トッピングとして頼んでいた味玉とニラニンニクも贅沢に導入しましょう。王道中の王道味玉様、たっぷり染みた醤油タレ、何年経っても色褪せない食のヘッドライナーだ。いつも何度でも麺のそばに佇むご伴侶様だ。ニラニンニクは天下一品では有名のトッピングで、ニラの爽やかな香りにニンニクの少し癖のある味がアクセントになった2ピース込みバンド。栄養的にも免疫アップにつながる健康トッピング。麺と共にすすると、こってりスープの十二一重で着飾った麺とシャキシャキのニラとがメリハリあって味のアトラクション。ニラニンニクをスープに足すことでスープ自体にも少しスパイシーさがプラスされて、味の規制線を超えた人類未踏の知恵の扉が開かれる。こってりマックスと釘打っているだけあって、かなりお腹にずっしりくることを覚悟していたけれど、思いのほか食べやすくてびっくらポン。これだけ濃いものが続いているので、レモンサワーに浮気したいなという気持ちもあったんですけど、やっぱり透明感のある酒彼氏と二股交際してしまうのは良くないので、私は一途なので貫きます。ビールだけを一途に愛し、家に帰ったら昼顔を見返そうと思います。これからもずっと一緒にいようね。マックスなラーメンに添えるライスもまたマックスでありたい。訪れた中野店限定のオイスープキムチライス。これキムチライスなんですけど、聞いてください。普段だったらこの食べ終わったスープをこうかけて食べるじゃないですか。中野店だったら羅漢がついてきて、これこっちにスープが入ってるっていう字やトップ型です。天下一品こってり最強の相棒キムチライスにこってりなスープをかけて、おじやのようにして食べられる魔性飯。スープのかかった白米が真夏の日差しを照り返して艶やかな姿を見せる。一目見ただけでもわかる。その味はもちろん美味しい。スープの甘みにキムチの酸味と辛み、味の大三角が真夏の夜空に刹那的にキラキラ輝いてますっていうくらい美味しい。そしてラーメンに合わせるビールもまた同じくらい澄み渡っている。夜間が乗ってたコースター、めっちゃ可愛くないこれ、欲しい。人類は食後のデザートを食べることによってその歴史を前に進めてきた。こってりのお口直しに頼んだこってり杏仁。こってりスープと同じ色してるんだけど、杏仁といえばまばゆい白がデフォだけど、見よこの色彩、一切大衆に迎合しないゴーイングマイウェイ精神。酒のつまみになりますねこれ。こってりスープ味じゃなくて、中身はしっかり杏仁豆腐で、優しい甘さもありつつさっぱり食べきることができるジャストサイズです。旅の終わりのお土産のような感覚で心地よいマックスの余韻を感じることができました。こってりマックスは全国の天下一品劇場で絶賛公開中。みんなも濃ゆい神髄をとくとご覧あれ。飽き足らず思い馳せる丼を回すように、感謝。ごちそうさまでした。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。久しぶりの天下一品でスープにレンゲが立つやばいラーメンがあるっていう噂を聞いたので、すぐに連絡して駆けつけました。実はこれ朝の9時から食べてるんですよ。全体が、朝から何どうしたの、まだ普通に寝てるんですけど、みたいなね、暴れ方をしていたんですけど、酒彼氏を入れたらスーッとおとなしくなりました。ほんじゃバイバイ。